1960年以降の計算機の歴史は、真空管から、ソリッドステートデバイスすなわちトランジスタさらに後には、集積回路への転換から始まる。1959年頃までに、トランジスタの信頼性と経済性は、十分に向上し、真空管ではかなわないレベルにまで達しようとしていた。コンピュータの指揮翼は徐々に、次期コアメモリから、 ソリッドステートの半導体メモリにとって変わられていき、コンピュータのコストと大きさと電力消費量は劇的に低減していった。そして集積回路のコストが十分に低くなると、ホビーパソコンやパーソナルコンピュータが普及するようになった。コンピュータの第三世代においてコンピュータは急激に普及し始めた。それらはジャック・キルビーとロバート・ノイスが それぞれ独自に発明した集積回路を使ったもので1965年頃から登場し始めた。最初の集積回路は1958年9月に製造されたが、コンピュータに使われるのは1963年以降のことである。初期の使用例として組み込みシステムがあり NASA がアポロ誘導コンピュータに採用した例、軍が LGM-30 ミニットマン大陸間弾道ミサイルに採用した例アメリカ海軍の F-14 トムキャットジェット戦闘機の可変抑制御などを行うセントラルエアーデータコンピューターに採用した例がある1964年4月 IBM はシステム360を発表したあらゆる用途向けで上位モデルから下位モデルまで アーキテクチャを統一したシリーズという構成が画期的なものであったことからしばしば第三世代のコンピュータとされるが使用された回路技術は IBM がソリッドロジックテクノロジーと呼ぶハイブリッド的なものでありチップ状に回路が作り込まれたいわゆる集積回路ではなかったまた指揮翼にはコアを使用していた指揮翼に 半導体メモリを使用したのは次のシステム370からである。1971年、数年間世界最高速のコンピュータとなったスーパーコンピュータイリアック4が完成。約25万個の小規模なエクル集積回路を使い、最大64個のポリエッチレンを構成している。データゼネラルノーバシステム360を代表とする大型メインフレームが、 記憶装置容量と計算性能を向上させていく。一方、集積回路を使ったより小型のコンピュータも開発できるようになっていった。1960年代から1970年代にかけての最大の技術革新の一つがミニコンピュータである。それによってより多くの人々がコンピュータを使えるようになったが、それは単にコンピュータが 物理的に小さくなったからだけではなく、コンピュータ供給業者が増えたことも関係している。デジタルエクイプメントコーポレーションは IBM に次ぐ、コンピュータ企業となり、PDP を呼び、ックスシステムは人気を呼んだ。より小さく安価なハードウェアが登場したことで、ユニックスのような、新たなオペレーティングシステムが開発された点も、重要である。1969年、 データゼネラルは1台8000ドルのミニコンピュータを5万台出荷した。データゼネラルのノバは初期の16ビットミニコンピュータの一つで、ワード帳が8ビットを1バイトとしたバイトの整数倍になる方向性の発端の一つとなった。ノバではフェアチャイルドセミコンダクター製の初期の中規模集積回路が使われており、後継モデルでは大規模集積回路が使われた。また、 CPU が15インチのプリント基板1枚に収まったことも重要である。中央コンピュータに接続された TSS 端末。PC 普及前に使われていた。1970年代にマイクロプロセッサが登場する以前、コンピュータは一般に大きく高価なシステムであり、企業、大学、政府機関などの大きな組織が所有する設備だった。ユーザーは、 経験を積んだ専門家であり一般にコンピュータそのものに触れることはなくキーパンチなどのオフラインの装置でタスクを準備したそのようなタスクを集めバッチモードで処理したジョブが完了するとユーザーは出力であるプリントアウトとパンチカードを渡される計算センターにジョブを依頼してから出力結果が得られるまで組織にもよるが数時間から数日かかった より対話的なコンピュータ利用が商業的に行われるようになったのは1960年代中頃である。タイムシェアリングシステムは複数の端末を通して多くの人々がメインフレームを共有し同時に利用する形態である。このような形態はビジネスでも科学技術計算でも採用された。もう一つの新たなコンピュータ利用は 初期の実験的なコンピュータで一人のユーザーがプロセッサを占有して利用していた携帯への回帰でもある。パーソナルと呼べる最初のコンピュータは初期のミニコンピュータであり、リンクや PDP-8 が挙げられる。その後、デジタルエクイップメントコーポレーションのバックスなどデータゼネラルやプライムコンピュータのミニコンピュータが続いた。一部のミニコンピュータは メインフレームの周辺プロセッサが起源であり、周辺機器を制御する、決まった仕事を受け持ち、主プロセッサが計算に専念できるようにしていた。2012年時点の基準から言えば、ミニコンピュータは大きく、高価で、個人が購入して利用するようなものではないが、当時のメインフレームに比較すれば小さく安価で、運用も容易だった。そのため、 小さい研究室や研究プロジェクトでも購入可能だった。ミニコンピュータはバッチ処理と計算センターの完了体制からの解放をもたらした。1973年、ドンランカスターが電子工作ホビースト向けに設計した TB タイプライターは通常のテレビに文字情報を表示する装置である。 ラジオイコールエレクトロニクス市1973年9月号に概要が掲載されたもので総額120ドルの電子部品で組み立てることができる当初の設計には2枚のメモリ基板が含まれており16行 ×32 文字で512文字分の情報を生成、格納できるその設計はテレビ信号を生成するのに必要な最小限の ハードウェアのみで構成されている。この考え方は後に、クライブシンクレアが、ZX80 を設計する際にも採用している。また、t b タイプライターは、M、マークマ8やアルタイル8800といった、マイクロコンピュータキットが生まれる素地を作った。さらにミニコンピュータは、メインフレームよりも対話的であり、間もなく、 独自のオペレーティングシステムも登場した。ミニコンピュータゼロックスアルトは、パーソナルコンピュータへの重要な一歩となった。ビットマップ式の高解像度表示で、グラフィカルユーザーインターフェースを採用し、大容量の記憶装置、マウス、専用ソフトウェアなどを備えていた。第4世代の基盤となったのは、インテルが開発したマイクロプロセッサの発明である。 メインフレームを単に縮小したような第三世代のミニコンピュータとは異なり、第四世代の起源は電卓をワンチップ化するという発想であった。マイクロプロセッサを使ったコンピュータは当初、計算能力も性能も低く、ミニコンピュータですぐに採用して小型化できるレベルではなかった。そのため、全く異なる市場を形成することになる。 1970年代から見ればその後のコンピュータの処理能力と記憶容量の発展は目覚ましいが基盤となっている大規模集積回路や超大規模集積回路の技術は基本的に変わっていない。したがって2012年現在もコンピュータは第4世代に属すると見るのが一般的である。インテル4 0 0 1 9 7 1年11月15日。 インテルは世界初の商用マイクロプロセッサ4004をリリースした。これは日本の電卓会社ビジコンのために開発されたもので固定の電子回路の代わりにプログラミング可能なコンピュータで電卓を構成するという発想が元になって小さなマイクロプロセッサが生まれた。インテルの主力製品だったラムチップと組み合わせて使うようになっており、 マイクロプロセッサを使った第4世代のコンピュータは、さらに小型化、高速化できるようになった。4004の性能は、毎秒6万命令という性能でしかなかったが、後継のインテル8008、8080 80、さらに8086、8088ファミリーとなり、性能と能力が、どんどん向上していった。他にも多数の企業がマイクロプロセッサを開発し、 マイクロコンピュータやパーソナルコンピュータに使われるようになった。マイクロル N フランスではアンドネ・チューンとロング・ティーとフランソワ・ジャーメルが R2E を創業し1973年2月インテル8008を採用したマイクロコンピュータマイクロル N を発売した。これはもともとはフランス国立農業研究所で湿度測定を自動化するために設計されたコンピュータで ある。マイクロル N の価格は PDP-8 の約5分の1だった。クロック周波数は 500kHz で、メモリは 16kB 搭載している。プルリブスと呼ばれるバスで最大14枚の基板を接続できる。デジタル IO、アナログ IO、メモリ、フロッピーディスクコントローラなどの基板があった。シングルチップのマイクロプロセッサの開発は安価で、 使いやすく、真にパーソナルなコンピュータの普及にとって大きな役割を果たした。1975年1月号のポピュラーエレクトロニクス誌でアルタイル8800が紹介され、新たなコンピュータの市場が生まれた。これに似たような性能のインサイ8080 80が続いた。アルタイルもインサイもミニコンピュータをスケールダウンしたものであり、単体では システムとして不完全である。キーボードやテレタイプ端末を接続する必要があり、本体に比べると相対的に高価だった。またどちらも本体前面パネルにスイッチとライトが並んでいて、日地方で操作者とやり取りすることができる。ブートストラップローダーをスイッチ操作で入力すると間違いがなければ紙テープリーダーから紙テープに格納された。 ベーシックインタプリタをロードする。全面パネルからのプログラム入力は8個のスイッチで1バイトの値を指定してロードボタンを押すことでメモリに入力するということを繰り返す。一般に100バイト分以上それを繰り返す必要があった。インタプリタをロードするとやっとベーシックプログラムを実行できるようになる。アルタイル8800アルタイル8800は インテル8080 80マイクロプロセッサを使った世界で初めて商業的成功を収めたマイコンキットであり、世界初の量産されたマイコンキットである。1万台が出荷された。また、これに触発されたポール・アレンとビル・ゲイツがベーシック・インタプリタ、アルタイル・ベーシックを開発し、後にマイクロソフトを創業することになった。アルタイル8800は、 マイクロコンピュータの市場を生み出した。アルタイル8800のバス規格 S-100 バスはデファクトスタンダードとなり多くの小企業が S-100 コンピュータを販売した。さらにインテルやザイログが後継マイクロプロセッサを開発することになる。デジタルリサーチを創業したゲイリー・キルドールはそのためのオペレーティングシステム CP-M-80 を開発。 CP-M-80 は人気となり、多くのハードウェアベンダーが採用し、その上で動作する、ワードスターやディベス2といった様々なソフトウェア製品も登場した。1970年代中頃のホビーストたちは、自前のシステムを設計し、時には集まって開発を行った。そんな中で、ホームブリューコンピュータクラブが生まれ、 ホビーストたちの情報交換の場となった。多くのホビーストは公開された設計に基づいてコンピュータを自作した。例えば、1980年代前半の例として、ガラキシュ派がある。スーパーコンピュータクレイマイナス1コンピュータのもう、一方の最先端であるスーパーコンピュータも集積回路技術を使うようになっていった。 1972年に CDC を離れたシーモア・クレイは1976年にクレイ -1 をリリースした。クレイ -1 はベクトル処理を商用化した初のスーパーコンピュータで特徴的なバテー系の筐体で回路基板間の配線が短くなるよう設計されている。ベクトル処理は一命令で同じ演算を多数のデータに施すもので、 その後の高性能計算の基本的手法となった。クレイマイナス1は、毎秒1億5000万回の不動小数点演算が、可能で、1台500万ドルで85台を出荷した。クレイマイナス1の CEPU の大部分は、エクレの SSI よび MSI で構成されている。1977トリニティの一つ、アップル2アップルが、 アップル i を発売したのは1976年のことである。これはキットではないが、ケースや一部部品を自前で用意する必要があった。そして1977年、ケースに入った完成品のコンピューターアップル2、コモドア PET-TRS-80 が発売された。後に、バイト年はこれらを1977トリニティと称した。 ここから、ホームコンピュータの巨大市場の時代へと突入し、誰でも、簡単にコンピュータを入手し、ゲーム、ワードプロセッサ、表計算ソフトなどのアプリケーションソフトウェアを入手できるようになっていく。一方ビジネス用途では、CEP、M が動作するコンピュータが主流だったが、IBM が IBMPC を発売するとこれがすぐに広まった。この PC は、 多くの企業によってコピーされ互換機市場を形成し、量産効果によって部品の価格がどんどん低下していき、PC、AT 互換機が大きなシェアを占めるようになっていった。このため1990年代に入ると家庭用でも PC、AT 互換機が主流となっていった。ありがとうございます。